1802年ピアノソナタ第14番にエウハタ作品27からに幻想曲風ソナタはルートビヒァン・ベートーベンが1801年に作曲したピアノソナタ。月光ソナタという通称とともに広く知られている。1801年、ベートーベンが30歳の時の作品。1802年3月のカッピによる出版が初版であり。 ピアノ・ソナタ第13番とタイになって作品27として発表された。両曲ともに作曲者自身により幻想曲風・ソナタという題名を付されており、これによって曲に与えられた性格が明確に表されている。月光・ソナタという愛称はドイツの音楽評論家、詩人であるルート・ビヒレル・シュタープのコメントに由来する。 ベートーベンの死後5年が経過した1832年、レルシュタープはこの曲の第一楽章がもたらす効果を、指して、スイスのルツェルンコの月光の波に揺らぐ、小舟のようと表現した。以後10年経たぬうちに、月光ソナタという名称がドイツ語や英語による出版物において使用されるようになり、19世紀終盤に至るとこの名称が、世界的に知られるようになる。 一方、作曲者の弟子であったカール・チェルニーも、レルシュタープの言及に先駆けて、夜景、遥か彼方から魂の悲しげな声が聞こえると述べている。このように、月光・そなたの愛称と共に広く知られる以前より、人々の想像をかき立て、人気を博した本作であったが、ベートーベン自身はそのことを快く思っていなかったと、される。なお、 公術の尋常小学校の物語が引用されることがあるが作り話である。曲は白尺令状ジュリエッタ・グイチャルディに検定された。ベートーベンはブルンスビック家を介した縁で自らのピアノの弟子となったこの14歳年少の少女に夢中になる。1801年11月16日に友人のフランツベルハルト・ベーゲラーへ当てた書簡には 次のようにある。この度の変化は一人の可愛い魅力に富んだ娘のためなのです。彼女は私を愛し、私も彼女を愛している。ただ、残念なことには身分が違うのです。その後、グイチャルディは、ベンゼル・ロベルト・フォンガレンベルクと結婚して、ベートーベンの元を去っていく。この検定は、当初から、意図されていたわけではなく、グイチャルディには、 ロンドと長調作品51から2が捧げられるはずであった。しかし、ロンドン、ヘンリエッテ・リヒノフスキー伯爵令状へ送ることが決まり、代わりにグイチャルディエと検定されたのがこのソナタであったようである。なお、ジュリエッタはアントン・シンドラーの伝記で不滅の恋人であるとされている。曲の内容は幻想曲風ソナタという表題が示す通り、 伝統的な古典派そなたから離れて、ロマン的な表現に接近している。速度の面では、緩やかな第一学章、軽快な第二学章、急速な第三学章と学章が進行するごとに、テンポが速くなる、序波急的な展開となっている。また、形式的には、そなた形式のフィナーレに重心が置かれた均衡の取れた、 学章配置が取られ、上動の変遷が強権な意志のもとに揺るぎない帰結を迎えるというベートーベン特有の音楽が明瞭に立ち現れている。本作は、ピアノソナタ第8番、悲壮、同、第23番と並んで三大ピアノソナタと呼ばれることもある。約15から16分。ピアノソナタ第14番の思考譜。画像をクリックして、 他のページを参照可能。三部形式。月光の曲として非常に有名な楽章である。冒頭に全曲を通して可能な限り繊細に、また掃除のを使用せずに演奏することとの指示がある。掃除のとはダンパーのことを指すとされ、冒頭の指示は現代のピアノにおいてはサステインペダルを踏み込んだ状態でと解釈される。 フレイ一助走に続いて英主題が提示される。途切れることのない三連符の上に出される不転リズムの旋律は早々と関係するという見方もある。フレイに続く素材は露長調で出される。フレイ三中間部がフレイにから始まるとやがて旋律的要素は影を潜め、三連符の恩恵が 緩やかにコを描きつつ高音へ登って振り来たり、その後フレーニの再現を行い、その途中からはホッチで、A 主題の旋律が始まり、フレー三も続いて、A 波チョで再現される。三連符の動きが、約2オクターブの大みきをいきつもドリッツする中、低音部で、フレーニのリズムが繰り返されるコーダを経て、最弱音で楽章を閉じる。アタッカーの指示があり、 休みを置かずに直ちに次の学章に移る。複合三部形式。スケルツもしくはアメヌエットに相当する学章であるが、いずれであるとも明記されていない。暗い両端学章の間にあって、効果的に両者をつなぐ役割を果たしており、フランツリストはこの学章を、二つの深淵の間の一輪の花に例えた。 レガートとスタッカートが対比されるフレオ4により開始される。フレオ4フレオ4が変装され、なだらかな中間学説が出ると、フレオ4が回帰して、主部を結び、中間移行が繰り返される。トリオは二部形式で前後半が各々反復される。前半はアクセントが強調されて、重々しくそうされる。 フレー後後半はピアニッシモで始まった後に再びアクセントが強調されるが最後は穏やかに結ばれる反復後にアレグレットダ・カーポで主部に戻るソナタ形式ピアノソナタ第14番としては第三楽章のみソナタ形式となっている健牢な構築の上に劇場がほとばっしり類まれなピアノ音楽となった 急速に上昇するアルペジオョからなるフレー6の第1主題は、第1楽章の3連符の動機を急速に展開させたものである。頂点のスフォルサンドで、ダンパーが解放される。フレー6第2主題には、単調のソナタ形式としては珍しく、続調の A と単調で現れ、第1主題と対照的に流麗な旋律である。 フレー7第2主題が変装して繰り返された後、計画の部分にナポリの6のアオンが結構長く使われ、続いてフレー8が出されて緊張感が高まる。フレー8高まった緊張がこでったでしばし和らぎ、定時部の繰り返しとなる。展開部はまず第1主題に始まって、間もなく A、単調による第2主題へと接続される。 主題は低音部に移され、徐々に勢いを落として、ピアニッシモに落ち着く。途中で一瞬と長々に転調するが、すぐに a 英,英単調を呼び戻し、A 派単調の俗和音まで突進する。再現部は、第一主題の再現後に計画を省略して、主張のままの A 派単調で、 第二主題の再現を行い、フレー8もこれに続くが、フレー8の途中の部分からは、旋律が定時部と同じ形ではなくちょっとした変装が求められている。コーダは規模の大きな堂々たるもので、まずフレー6に始まり弦7の和音が増えるマータを、されて引き伸ばされる。続いて、フレー7が扱われると、 およそ3オクターブを駆け巡るアルペッジョが吹き荒れる。カデンツァ風のパッセージを経て一度アダージョに落ち着くものの、すぐさま元のテンポに復帰して、定時部コデッタに現れた旋律を出す。最後は、両手のユニゾンでアルペッジョを奏し、フォルテッシモの手話音が、 全曲に終止符を打つ。日本では、戦前の尋常小学校の国語の教科書に、月光の曲と題する加工が読み物として掲載されたことがあった。この物語は19世紀にヨーロッパで創作され、愛好家向けの音楽新聞あるいは音楽雑誌に掲載された。日本では、 1892年に上司された小柳、一蔵著海外薫る巻の一に、月夜想ごとという表題で掲載された。月夜想ごとを口ご調に書き直したものが、月光の曲である。ベートーベンが月夜の街を散歩していると、ある家の中からピアノを弾く音が聞こえた。よく見てみるとそれは、盲目の少女であった。 感動したベートーベンはその家を訪れ、溢れる感情をもとに、即興演奏を行った。自分の家に帰ったベートーベンは、その演奏を思い出しながら、曲を書き上げた。これが、月光の曲である。注釈出典ありがとうございます。